はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時45分ですね。12月は20日の水曜日でございまして、寒い、慣れてきました、だんだんもう朝からね、トラブルがあって、家で機械のトラブルなんですけどですね、これはめんどくさいですね、ほんまにね。機械寿命は来ますからね、何かのきっかけで壊れるんですよ、ほんまに。もうめんどくさいわ。ネットが使えないって一番辛いですね、今の社会で。ほんまに、あんなもん20年前は影も形もなかったのにと思いながらやってます。20年前あったか、ありましたねありましたね。20年前は、30年前は影も形もない、ほんまに。僕が31歳の時にあったかな、まあまあかろうじてあったかなっていう感じですね。はい、40年前はなかったね、なかったね、ほんな見たことないもん、ほんまに。コンピューターはありましたけどね。さて行きましょう。デイリー新潮でございまして、これは昨日19日に出ました記事で、中国がマレー半島に作ろうとしている巨大運河、莫大な通行量を餌に大量に進出かと。習近平の見たくもない顔が出てますけど、ちょっと読んでいきましょう。総額35兆円、中国は一帯一路構想でばらまいた金の合計である。この10年チャイナマネーは世界を席巻し、鉄道や高速鉄道などのインフラが各地で息づかれた。総仕上げとして扱うのは太平洋とインド洋を結ぶ大運河。作家の早瀬俊幸氏が中国の野望を徹底分析すると、本文ですね。中国の習近平国家主席の掲げる一帯一路構想が10年を迎えた。もう10年なんですね。知られている通り、一帯一路によって作られたインフラはどれも巨大で圧倒されるばかりだが、その総仕上げとも言える構想がある。10万トン級の空母が緊急通過できる大型運河をマレー半島に通すというものだ。場所についてはタイとミャンマー両端の国境に近いクラ地峡と、そこからさらに南に行ったツンクラルートの2節がある。いずれもタイ領だと。タイという国はですね、ずっとマレー半島のですね、どうでしょうね、3分の2ぐらいまで来てるんですよね。でその先っぽがマレーという国なんですけどね、そのタイがマレー領の半分以上タイ領なんですけど、そこのですね、2カ所が候補に上がって、そこにこう運河を作ろうとしてるんです。なんでマラカ海峡あるやんと思うでしょ。インド洋から来てですね、マラカ海峡行くのにちょっとこう南へこう迂回しなきゃいけないわけですよ。マラカ海峡っていうのはほぼ赤道にあります。でその赤道まで行かずともですね、もうちょっと上の方でですね、インド洋から太平洋に抜けられる、あるいはその逆が行ければですね、多分航路としては1日分か2日分稼げるんですよね。1日分は完全に稼げるでしょうね。でまあ多分2日分稼げれば、2日分の燃料が節約できるわけですよね。あと日数、2日という時間を節約できるわけですね。じゃあそこに作ったらええやんということです。まあそんなにね、高いニーズがあるとは思いません。たかだか2日でしょ、最長でも2日ぐらいでしょ、稼げるのは。もっと稼げるかな。まあでもそんなもんでしょう。もう2日半3日はいかないと思うんですけどね。その燃料と日数は稼げるから、そこに地球に、いわゆるパナマ運河みたいなのを作ろうというしてるわけですね。でそれを中国が画策してるわけです。ソンクラは1941年12月8日陸軍の、日本陸軍ですね、マレー半島攻略戦で上陸作戦を立てた南方方面軍25軍の作戦主任参謀辻清信正信っていうのかな、当時中佐が自ら乗り込んで上陸に成功した海岸地帯である。ソンクラのあるタイランド湾からマラッカ海峡までの幅は100キロ。まあ100キロね、はい。一方クラ地峡は幅約50キロと、マレー半島では一番細い地帯である。西部には深い谷があり、国立公園が広がっている。日本で言えば千葉市から勝浦くらいの距離だ。この一帯に鈴鉱山が多く、大英帝国は日本陸軍の奇襲を受けて撤退せざるを得なくなったということですね。マレー半島に運河を通す構想は新しいものではないというのが昔からありましたね。
と飛ばしましてですね、それを今ですね、中国がですね、太陽をけしかけてやらそうとしてるわけですね。そんなにメリットあるんかなと思いますけど、で多分どうでしょうね、10兆円以上はかかるんちゃうかな巨大な工事でできないことないですけどね、そこまでする意味あるかなと思いますけどね。あの貼っときますね。なんかね、中国のあの習近平のですね、なんか子供じみた発想ですね、あのヨーロッパに行く道々にあの中国の拠点を作ろうというのがようわからん話でございましたこれ作ってどうなんのっていう話なんですよね。何の意味があるのかと思いますけども、大体でこの10年でしょう、このもう世界はですね、あの目ぼしいところはほとんどですね欧米資本が抑えてまして、その後で行った日本もですね、その残ってたところをみんな抑えたわけですね。抑えたというかそこに進出したわけですね。で別にその目ぼしいここに何か作らなあかんっていうのはあんまり残っていないと私は思うんですけど、で案の定変なとこばっかり行ってですね、スリランカに作った港湾なんていうのはですね、別にその使わないわけですよ。あの船ってね、なもうあのその気になれば一月でもですね、1ヶ月無補給で行けるんですよ。あの行こうと思えばね。でもそれをですね、途中で港に寄るからってスリランカのその中国の港に寄ったりはするかな。あんまり便利いとこちゃいますからね。そんなコロンボの近くの港でですね、補給したらええやんと、あるいはインドの港に入ったらええやんっていうふうになるわけですね。いや、だからですね、あの、何をやってるのかようわからんというのがですね、一帯一路に対する私の見方なんですけど、まあその一環として今度タイのマレー半島に運河作ろうって、その高々2日そこらをですね、稼ぐ運河必要かなと。運河作ったものはそれって管理せなきゃいけませんしね、まあそれもめんどくさい話だって。でそんな中国が管理する運河へみんな行くかなというまあただマレー半島じゃあ、まあ、マラッカ海峡って今ものすごい混んでますから、あのいや通りたくないという人も、通りたくないという船もあるかもしれませんけどね、でもまあなんかこれは絵に描いた餅のような気しますよ私は。あのそうですね、マラッカ海峡ではなくそっちへわざわざ通るメリット、まあまあ2日ですね、日本や中国に行くのに行き来するのに2日分ぐらいは稼げるかな。でもあのその人口のですねチャネルっていうその海峡を作ったらですね、あのチャネルか、あのなんと言いますかね、そのゆっくり走らなあかんですね、そんな速く走れないんですよ。こんな稼げるんかなっていう気が非常に、だ中国の構想ってね、なんか抜けてるところが多いんですよ。で中国がね、例えばマラッカ海峡からで空母を使うのイエーとかっていうんであればですね、そっちを使いたいっていうのはあるけど、中国はいるよ言ってね、何の作戦をすんねんって話ですね。いやようわからんって、中国ってインド洋方面にはですねほとんど権益ないんですよ。まあスリランカに港一つ持ってますけど、それを守るためにわざわざ空母を行かせるかって非常に困難な軍事作戦になりますよ。そのなんかだからリアリティないなという気がしますけど、その習近平のやってる一帯一路自体がですね、リアリティがないもんですから、まあ、あの、おっさんやったらですね、そういうアホなことを考えるのかな、という気がしなくもないですけどね、本当にリアリティがない。マルカ海峡で十分やんと。あの、マルカ海峡より、さらに南の方ぐるっと回る航路もあるんですよ。それは、あの、3日か4日か5日ぐらい長いんでですね、その分お金かかるということですね。時は金なりでございますから。まあ、しかしですね、ようわからんと。ようわからんけどもですね、その、なんていうか、こう、もし作られたりするとですね、あ、ちょっと面倒かなという気はしますけどね。はい。あの、多分ね、その世界各地に拠点が欲しいというですね、子供じみた発想から来てるんやと思います。
で昔中国は列強の植民地になりましたけども、そう逆やったんねみたいなですね、まあ幼稚な発想もあるんちゃうんかな、今度は俺が発展途上国に植民地作るんやみたいなですね、そういうこう今の時代ね、領土広げてもね、得か損か分かりませんよ。だってあの20世紀でもね、だって日本は朝鮮や台湾に行ってですね、得してなかったはずなんですよ。持ち出しばっかりやったと思うんですよ。まあ中国のやり方であれば持ち出しよりも得るものが多いのかもしれませんけどね。はい、さてデイリー新潮のこのですね1ページ目は一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。